はい、お始まりました。自ら進んでいく一応オープニングがあるんですけどね、あのね、掛け声がやらない。知ってます。あえて潰しに来たんだ。潰しに来たんですね。局長、ここからやる気ですね。この試合を支配しようとしてるんでしょ、はい、今日ですよ。ええ、今日サイコパスナイトですよ。全国5万人のファンの皆さん、お待たせしました。お待たせしました。本当に今宵は、あ、俺がマスクした。親父サイコパスナイトですよ今日。私の親父はちなみに成人君子です。そうですね。はい。一応まともな。今日はあれですよね。親父のサイコパスエピソードを多彩に持つお二人が、そのサイコパス性を競う。あ、入れてくれてるよ。すごい。ありがたい。ありがて。Facebook みたいだね。あいつ俺の指示業務やらずにこんなことばっかり。いや嬉しいですよ。サイコパス。これでもあれですよ、あのアズリがこう傾いた時に阿藤さんの会社に入れてくれっていうようなこう計算づくでやられてますな。これもアピールですね。もう自分で事業してるんで。すごっ逆に怖いね。なるほどね。想像の斜め上行ってました、ええ、ルール説明はどうですか。ルール説明はですね、一応二人が3つずつ、はい、どうぞ、はい、オープニングもうやらないですね。ないですね。もうあの局長オブザデッドがもうぶっ壊して始まったんで、ね、我々あの基本的に受け入れていくっていうスタイルなんですよね。そうですよ。いやもうね、今日もね、滑らされる匂いがもう、いや、すみません、今日戦いですから、もう今日は、うん、どちらが本当の親父サイコパスなんだってところを勝負する戦いなんで、ちょっとまあ始まる前、はい、私と個人的興味なんですけど、まあ実父のねお話をされるわけじゃないですか、はい、ちょスペック知りたくて、年齢と、はい、趣味をちょっと言ってもらっていいですか。お名前とね。あ、わかりました。ありがとうございます。まあ、下の名前ちょっと欲しいね。わかりました。親しみ深くね。はい、はい、私あの伊藤龍吾と申しまして、うん、いやあなたのごめんなさいね。え、あなたじゃね、親父のね。親父のそうそう、だって親父サイコパスナイトだから。いや聞きましょう、これは最後まで、はいはい、伊藤博です。伊藤隆二の紹介も聞きましょう。伊藤博です。伊藤博ね。伊藤博、はい、親父ね、はい、今年多分70だと思いますね。あららら、ら確か、パワー衰えることなく、パワーまあだいぶ丸くなってきたと思いますね。なるほど、丸くなってきたと思うんですけど、まあはい、サイコパスかなっていうふうに思ってます。いろいろ我こそはね。そうですね、幼少期いろいろ翻弄されてきた感じですかね。まあ、不動産業をずっとやってまして、今はあの訪問介護事業所を立ち上げて70にして、ね、下手に事業やってるからね。そうそう、社会戦ってます、ね、強いですよ、ね、まあ、自力がありますねやっぱね。局長オブザデッドさんのお父さんのお名前と、はい、まあ、属性ですね、答えられる範囲で大丈夫です。はい、あんま答えられないので、お名前はいいですね。リアリティがある。この怯えから、怯えてる感じがもうそこの採点にも入ってますから、ね、はい、まあ、ね、生年月日って親の生年月日とかって知ってます？むしろっていう、全然わかんないんですよ。あ、多分ポイント高いな。すごいですね。60ちょ、うん、なんか定年した言ってたんで、うん、結構若いですね。62ぐらいかなとは思われます。なるほど、うん、セネガピは知りません。了解です。このお父さんとの距離感がまだピリピリしてるところがやっぱりいいですね。ポイント高いです。ピリピリしてる。ピリピリしない。もうピリピリだって、もうだって自立してる。今ピリピリしてるやばいね。確かにこんなん出てられます。そうそう、確かに出てられます。ある程度はやっぱりもう克服しないとここには出れないですからね。そうそう、うん、もうすごい距離を取れたんで、うん、まあ、こうやって笑って、それもちろん話しましょうと、そういうことですよね。わざわざ本当ありがとうございます。とんでもございません。いや、これからサイコパスのネタでちょっとゾッとする前にですね、はい、空間は今綺麗ですから、あ、その辺も踏まえて、素晴らしいですね。じゃあいつもの局長にお願いしましょうか。あ、じゃあ素晴らしい。あの新人の社員の方もいらっしゃるということなんで、やっぱりこうこれがトレイルフレッシュだってところを見せてください。みんな、ええ、準備はいいかい？ええ、研修ですからね、研修。はい、お願いします。はい、こちらトレイルフレッシュと言いまして、オゾンが出て殺菌除菌効果が非常に高いと言われている、ちゃんと認証試験も取っている、うん、コロナ対策にぴったり一家に一台、そして何より安い小さい、うんうん、さあ
あなたもすぐに買いましょう。トレイルフレッシュ。いや、すごいすごい。ありがとうございます。情報も詰め込んでシンプルで分かりやすい。トレゴヤズレ FM で販売しております。あ、販売もするんですか、はい、これ企業案件ってことですね。要するに企業案件ですよ。おっしゃる通りです。企業案件だったんですね。人様の番組で宣伝する、うん、なるほどなるほど。トレゴヤズレ FM 一番いいやり方ではあります、ね。はい、あと我々今日はね、親父サイコパスナイトということで進めていきますが、うんうん、このアズパン FM さんのツイッターにですね、そうそう、欲しいんですよ。今日本当にいつもありがたいんですけど、こちらですね。ほい、そうですね。うん、まあ親父に限らずも、もはやね、はい、もうお兄さん、ご家族とか、こんなサイコパス見たよとか、そうですね。あの友人とかね、友人とかね、何でもいいですよ。部下がサイコパスだったとかでもいい。あなたの周りに必ず潜んでいます、うん、サイコパスは。そうです。日常に紛れ込むのがサイコパスですから、ね。そうですよ。まあ実際いますからね。いやー、そうかそうか。だってこの空間の6人ぐらいいるけど、多分は 50% ぐらいがもはやもういるからね。サイコパスですからね、確かに。ね、うちの局はね、やっぱ尖ってるんで、多そうですよ。サイコパスっぽい。この話を聞いて、先ほど新人の方辞められないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね。いやー、それはね、遅かれ早かれになってくる話なんで。で残ったら彼女もサイコパス、ね。まあまあそうですね。まあそういうことですね。じゃあちょっと伊藤さん、とりあえずエピソードの対決に進んでいきたいと思うんですけど、ありがとうございます。はい、早速いっちゃいますか。いきましょう。はい、まだ 3エピソードぐらい順番に言っていただいて、ね、うん、私が得点をこの5つのポイントのゲージでつけていきます。わ、はい、かりました。で、1人で3分ぐらいでお話をいただけるといい、はい、うん、目安3分ですね。わ、かりました。はい、どっちからいきますか。局長からいきましょう。でもここは、でもこれは伊藤さんじゃないですか。私からいきますか。もちろんペースメイク。ペースメイクしますか。ええ、じゃあ、もういいですか。今日も忖度なしなんで、私も倒しに来てますからね、正直も。分かりました。ちなみにこれ、今日負けた人は今後父親がサイコパスってことは言っちゃいけないっていう縛りがありますんで。はい。じゃあ視聴者の皆さんに、一個だけ、すみません、言い訳させてください。はい、今日ゴリゴリの企画番組だっていうことを5分前ぐらいに知りまして、私ワイワイね、サイコパスじゃんそれとかって言いながらワイワイできると思って楽しみにしてきたら、ちょっとお題書いてくださいとかちょっと言われて、あ、今日も元気出ねえなこれっていう予感はしております。なるほどですね。でも精神戦は始まってるわけですよね。リスクエッジですか。まずね、サイコパスエピソードって封じたいのに書かせるっていう、もうその作業がね、鬼畜ですよ。なるほどなるほど。幼少期の辛い思い出を引き上げたと。元気出ねえからこの番組。でも全国の、ね、悩んで打ち明けられない方々がそうです、ね、もし見てたら、あ、こうやって消化していくんだと。消化はできてないっていうトラウマとして残っとる。希望のラジオですよこれは。しっかり残る。そう、本来はもし何人もざわざわ集めてやりたかったんですけど、みんな消化できてない方ばっかで、実際のところ。そう、僕の周りではね、現在進行形の人ばっかなんですよ。じゃあその許可取られてないから。そうそう、別にわしかってまだ残ってるんですよね。それまあ、そうだから消化した人みたいに出てきてますけど。本当に申し訳ないな。だからもうこれ今日またトラウマを掘り起こしてしまいなかったちに、ね、なってしまうと思うんですけど。ガリンペイロさんはね、やっぱ最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一発いきますよ。もうお願いします。もうタイトルコールからこれで、はい、これでもう多分倒せると俺は思って一発目出します。お、すごいね、はい、おかしいでしょ、50分あって、はい、いきます。はい、これです。タイトル、リュウゴちゃんちょっとおいでっていうタイトルですね。いや、ちょっと切り隠しみたいな怖さだね。これ、うん、これ怖い怖い。まあ、アトークにはいろいろこう今までの私の父のエピソードを話してきた。これ初下ろしだと思います。なるほど。今まで話したことのない、あ、時間をね、時間ね、一応ね、ありがとうございます、ね、はい。ですね、私幼少の頃、千葉県のですね、まあ、千葉市花見川区というところにのマンションに住んでたんですね。で、私の父がですね、まあ、その時不動産屋の営業やってておったんですけれども、まあ、そのよ、あ、まあ、ある夜家に帰宅してきまして、まあ、すごい泥酔してたんですね。もう酔っ払っちゃって、で帰ってくるや否やですね、まあ、私の幼い頃の記憶をたどると、まあ、うちの母も最初は、あ、また酔っ払って帰ってきてみたいな感じだったんですけど、今までとも形相が違うんですね。もう怒鳴って暴れるんですよ。まあ、暴力は振るってはないと思うんですけども、で私今までそんな父を、まあ、お酒飲むは昔からいたんですけど、そんな父を見たことがなかったんで、今でもはっきり覚えてるんですけど、まあ、テーブルの下に隠れて
そのテーブルダイニングチェアのこの足の部分を、ね、こう抱えて必死に離さないでその暗がりで怯えてたんですね。地震の避難と同じ体勢と、ね、そういうことです、うん、はい、言われたやつと全く一緒です、はい、で私の母がですね、まあ、最初はこう、まあ、献身的になんかちょっと飲みすぎてって感じだったんですけど、だんだんこれが口喧嘩に変わってきて、でしたら私の父がですね、お前龍お前ちょっと来い、出てこい、そこから出てこいよっていうふうにこう大声を上げて私を連れ出そうとする記憶がすごい残ってたんですね。で吸ったもんだあって、まあ、母ともこう言い合いの、まあ、口喧嘩がひどく続いて私も泣いてしまったんですけど、その時ですね父がすくっと急に黙って立ち上がって寝室に向かったんですよ、うん、で寝室に向かって、まあ、3、4分ですかね時間経って、ふとですね私の父が寝室のドアをちょっとだけ開けて急に龍吾ちゃんちょっとおいでっていうふうに手招きしてくるんですよ。怖いな。で僕すごい怖かったんですけど、うん、その寝室の隙間をこう見たらですね、うん、うちの母のネグリジェを着た父がですね顔真っ赤っかにして龍吾ちゃんちょっとこっち来なさい、龍吾ちゃんちょっとこっち来なさいって言うんですよ。いやこれは頭に持ってきたか。最悪ですね。ものすごい怖くて、でもう号泣してしまったんですけれども、まあ、オチとしては私これちょうど一番ちっちゃい3歳の一番人間としての初めての記憶がそれですって話です。おーいいですね、締めがサイコパス。ありがとうございます。サイコパス。ありがとうございます。それはすごいですよ。はい、ごめんなさい、ちょっと前半が全然俺入ってきてなん、はい、でかっていうと、はい、なんか、うん、書いてはるんですよこれ、まあ、ポイントを計算する、ね、審査だからね、その仕組みとか何も絶対に不利な状況ね。わかった、ゲストの私が分かったやつは視聴者の人はもっとよう分からない、はい、うん、いや、だね、いや、何のこっちか、うん、後判断を今してる、後ジャッジをしてるところです。ちょっとなんか書いてると思ってあれだ、そのもまずこれあれですかね、最後にまとめて出す形ですか、ね、いやもう出しますよ私。一発目この話のあれを出してくれるわけ、はい、そうですね。じゃあ後さんのちょっと一発目評価を、あ、できそうですか。はい、まあ、ちょっと私は5つのバランスシートで評価しましたが、ありがとうございます。こちらですねちょっと見にくいかな、はい、ありがとうございます。はい、はい、まず J ホラードは4ポイントです、ね、ありがとうございます。 J ってね、 J ホラーあれなんです、ジャパニーズホラーの語り口調、ジャパニーズホラーあれなんです、ね、稲川淳二さんから始まるカルチャーを継承したと。はい、でまあ、あと出てこいやっていうので高田本部長ポイントが、はい、3ですね。まあ、ライジンさん今流行ってるんで、ね、流行ってますからね、あれです、はい。でまあ、衣装がですねネグリジェですね、私のそう、はい、そうネグリジェじゃないです、あなたの衣装が、はい、映画キューブシリーズでレーザーで死ぬ時の人間が食らう時がそれ網目状のレーザーが、はい、ありがとうございます。これはちょっとポイント高いんですよ。5もしくはバイオハザード1でこう、はい、黒人の隊長がサイコロステーキにされる時ですよね。あ、ファーストステージ、ね、ファーストステージのね、懐かしい。あと親父さんのネグジェっていうのはやっぱ僕がやってるこの提供していただいてる西新宿ザコールドのメンエスの衣装に近いのでありがとうございます。メンエスポイントが5です。ありがとうございます。あと C で言えばちょっと丸々にしちゃったんですけど、うん、まあ、一番最初にねこれを持ってきちゃうっていうのが、はいはい、このあと2個に対する不安材料、なるほどなるほど、やっぱこれが2です。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはね、あ、どうぞ、はい、質問多いな、はい、質問いいでしょうか、はい、あ、そういうことね、うん、そういうことなんですね、うん、そのさっきほら衣装って出てはったんで、はい、いや衣装ずっとじゃあ満点やんと思ったんです。あ、これその都度変わってくる、うん、審査基準がいや、だからわしもわからへんし大丈夫なの、ちゃんとね視聴者さんも何も分かってそう、いや、めちゃめちゃおもろいですね。今回はね、衣装、はい、いや、ゾッとするポイントはやっぱ服なんでね。ありがとうございます。息子の衣装も親父のことを腐してる割にはゾッとお前ゾッとするぞっていう、うん、ありがとうございます。ここのこのアンとメイのコントラストはちょっと評価ポイントです。嬉しいです。それでは続きまして行きましょう。オブザネットさんの方で、はい、
はい、私ごめんなさいね、もう3分はね無理です。あでも逆にね、その作戦ですから、いいですよ、でその1個の話を3分割に分けていいですからね。ターンだけで終わります。わ、はい、かりました、はい、お願いします。はい、私のエピソードこちらです。はい、幼少期の怪我、これもちょっと怖い。これはね、私は記憶は本当ないんです。多分3歳とか5歳とかの話らしいんですけど、まあ、うちのそのまあサイコパスお父様は、もうはっきりと、いや俺子供綺麗だからって、まあ、ちょっとちっちゃい頃から言われ続けてきたんですね。で、まあ一応仕事だから子供を遊ばせに行くと、いやいやめんどくせえめんどくせえって言いながら、こう公園かなんか行ったらしいんですよ。で行って帰ってきたら、そのすごいね、私、まあ、多分3歳とか3歳か5歳ぐらいらしいんですけど、すごいなんか不思議な顔をずっとしてたんですって。あの母が言うらしいんですけど、こうずっとなんかっていう、別に泣くわけでもないし痛がるわけでもなく、なんかずっとこう、みたいな感じで、なんか どうしたん、なんかどうしたんって言って、ちょっと手外してみって言って、おかんがこう手どけたら肩バコンで外れたらしいんですよ。で、いやいや、あなたと、まあ、父にですね、いやいや肩外れとるやん、どう見てもと、どうなってんのって言ったら、ああ、なんか確かに手つないで振りすぎたかもしれないなって。僕ね、3歳ぐらいからもう肩外れても泣かずに、強いな、なるほど、はい、泣かずになんか、ずっとただ不思議な顔してたらしいです。以上です。以上でございます。これはね、なんか、はい、怖いですよ。あ、ちょっといいですかね。あ、どうぞ、ちょっと言ってください。いや、なんかやっぱりこう、まだトラウマ解消しきれてない人、やっぱここに出すのはなんか申し訳ないなっていうのをちょっと狙いますね。恨み、つらみだけですよ。で、トラウマはもう確かに。あ、トラウマはもうないですね。そう、縛られてないんで、別に。なるほど、なるほど。はい。わかりました。恨み、つらみは。でも記憶ないから、なんかもう。なるほど。ね。いや、でも、いいですね。なんか、余裕で勝てるかなと思ったけど、やっぱり勝てな、まあ本当に接戦というか、いや、ちょっとネグリジェはね、ずるいですね。ネグリジェはずるいな。そうですね、もうじゃ解説させていただきます。あ、お願いします。お願いします。はい、非常にこれも、じゃあドラムロールお願いします。ドラムこれ入れまだ決めないんですよ。最後にドラムロール、ね、そう、解説ですか。いや、すごい面白かったですね、はい、これポイント表なんですけど、はい、最後ちょっと、あ、ありがとうございます。お、まずあの冒頭ね、お父様って呼んだんですよ。はいはいはい。これはもう精神的に支配されてる、そうですね、かなり強くて残ってますね。あとね、伝聞形式、いや自分の記憶というよりは、これを伝え聞いたっていうことがちょっと怖いわけですよ。結構真面目に解説されてる。そうだって、忘れ去ってるけど人から聞くほど怖いわけですよ。あ、確かにおっしゃる通りですね。あとね、やっぱね、これは僕大好きだな、やっぱ一応5点取れてるのは、あの一緒に手をつないだ手をね、振りすぎて損傷してるわけでしょ、これも僕の敬愛するですね、あれです、あのピエール滝さん、ね、元気グループの、はい、あのボルケーノっていう曲のプロモーション、あのライブで小学生を連れてきて、手をつないで一緒に行進するんですよ。でそれがやっぱり異常に、はい、その手を振るスピードが強すぎて、はい、あの小学生が多分あの役者さんなんですけど、ちょっと泣きそうになってるって。それを思い出しました。確かにピエール滝感ありますね。ピエール滝感ですね。顔はね、あのものすごい、あのあれに似てるんですよ。出ちゃいましたね。優しそうなね。名前忘れてもうた。誰ですか。ヒントをください。ヤブカラスティックの方です。ヤブカラスティック、わかんない。ヤブカラスティックわかんないですか。え、あ、ミュージシャンですか。違う、ほら、いや、かん、めっちゃど忘れした。花子さん、ヤブカラスティック検索してみてください。いやいやいや、ね、ヤブカラ棒、ヤブカラスティックっていう、あの名ギャグ、ルーオシバ、そう、あ、ルーオシバさん、はい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 、ルーオシバさん、ルーオシバに怖いな。いや、顔出してもうたら顔バレするから、出すなよ、花子、出すなよ。めちゃくちゃ指示入ってるじゃないですか。あとね、ちょっとこれ今後のエピソードで明るみなのは、お母さんの立ち位置がちょっとまだね不明なのも逆に怖くて。なるほど。 あとは今回力ネタ、まあ物理的な損傷に関するネタを披露してしまったんで、に次の実践エピソードが精神的にどう移行していくのか、なるほど、期待値、素晴らしいですね。はい、以上です。ありがとうございます。
次はあれですね、やっぱ余裕では勝てなさそうですね、やっぱり。いや、そうなのよ。いやいや、わかりました。君、頭で圧倒的勝利を求めて出してきたけど、そうですね。いや、なんかね、いやだ、後でまだありますよ。怖いよ。まだあります。はい、まだありますか。お願いします。続いてのエピソードは、はい、ゴング、ありがとうございます。続きまして、はい、ヒロシ VS バス運転手っていう話ですね。はい、あのですね、私、まあ、これはですね、私が小学校上がる前ぐらいなんですけれども、私の母方のですね、おばあちゃんなんで、ひいおばあちゃんですか、ひいおばあちゃんが亡くなったんです、うん、でかなり高齢で、まあ、90いくつだったかと思うんですけれども、茨城のどこだ、守谷か砦とかの駅で、そのおばあちゃんと待ち合わせをして、車に乗ってみんなで何ですか、お骨を燃やすというところまで行きましょうって話だったんですね。で、待ち合わせをして、まあ、私の父が車で駅のロータリーにつけて、まあ、おばあちゃんを待って、そこでみんなで行きましょうって話だったんですけども、まあ、おばあちゃんがあまり、まあ、足腰が良くないんで、まあ、なるべく近いところがいいかなってことで、まあ、バスが来てなかったんですけど、バスロータリーに車を止めたんですよ。で、その後に、おばあちゃんが来る前にですね、バスが来まして、後ろからですね、プーって鳴らしたんですよ、うん、まあね、はい、止めちゃいけない場所、止めちゃいけない場所なんでね、はい、そしたらうちの親父が、はい、まあ当然何も言わず、またこうスクッとこう車から出てバタンって閉じてですね、ドアを、まあこのまず隣、こうなんですか、こう運転席の隣に窓があるじゃないですか。窓の隣に来て何か文句言うのかなって俺は思って、まあ、その時点でも嫌だったんですけど、バスの正面にこういう風に立ったんですよ、うん、武田鉄矢以来なんですよ本当に僕、うん、まあ、今になって思うのはね、武田鉄矢かなってぐらいの感じで立って、武田鉄矢より早いかもしれない、早いんですよむしろ、うん、で、お前何してんだよって言ったんですよ、バス運転手に向かって。じゃあバス運転手があの運転席から顔出してきて、何してんだって、お前そこ止めちゃいけねえところだろっていうふうに言ったんですよ、ね、うん、知らねえよバカ野郎っていうふうにうちの親父が言いまして、でそしたらバス運転手の人も結構血気盛んな人でバス降りてきて、もうお互いこう小競り合いですね、あ、なんだおめえ文句あんのかよみたいな感じでこう言い合いをしてきまして、で、その後、まあ、おばあちゃんがそのタイミングで来ちゃって、まあ、おばあちゃんがやっぱりもうやめてって言って、うん、まあ、場をそこで沈めてくれて、うん、そうですね、火葬場ですかに向かって、まあ、帰っていったんですけれども、うん、まあ、非常に怖かったというエピソードでございますね。以上でございます。なるほど、はい、これバランスいい話です、ね、ありがとうございます。これバランスがいい、一番バランスがいいかな。バランスは、ポイントはまずここですね、はい、ごめんなさいね、はい、日常ポイント4ですね、はい、あのバスの運転手って、めちゃめちゃポイント高い、うん、バスの運転手って皆さん知ってるじゃないですか、はい、だからイメージしやすいんですよ、なるほどなるほど、スッと入っていける我々としては、はい、うん、あとはね、うん、やっぱね義母ですよね、はい、あの親族、しかも別に直接の親でもない、どちらかというと気を使うべき親族、うんうん、いる前でそれをやるという、そうですね、あとはまあ道路交通法ですね、あの100ゼロで悪いのはヒロシ、そうですね、何が怖いって、ここでもやっぱり歯が出てこない、そうですね、うん、これは怖い、で、あの武田鉄矢って書こうとしたら武田鉄矢のように言われちゃったので罰しました、ね、すいません、まあ、武田でもそこがポイント高いですよ、やっぱりその正面に立つっていうのが、うん、一つのこの意思表示として非常に強いんですよ、そうですね、でもう一回ちょっとあの追加で、まあ、これはあのポイントに入れなくていいんですけど、もう俺はもうその時からまあ父の顔色とかすごい見て生きてきたんで、うん、あのそうなんで俺分かってたんです、もうバス運転手が例えばそれをプップッだったら多分親父車ずらしてたんですよ、プーってやったんでプチーンって切れていきなりこう出てったんですよね、これ面白い、はい、だからもうそのもうバス運転手がもうプップじゃない時点でもう俺はもう行くの分かってたんですねっていうところ、はい、ありますね、そういうのありますね、ありますよね、そういうのはあのサイコパスあるあるですよね、サイコパスなかなか共感していただけないところなんですけど、ね、ありがとうございます、本人のルールが存在する、本人のルールが存在するんです、本人のルールが存在するんです、まさにおっしゃる通りですね、うん、そう、うん、おっしゃる通りです、なので
まあ、そういった話でした。今日はやっぱりこう引き込まれてるエピソードが続いてるっていうのもあるし、うん、やっぱちょっとこう空気感が恐怖に満ちてるから、うん、あのお便りは来やしない。わらわらわ、そうですね、お便りは来てないですよね。来てないですね。来てない。なんかね、私出る回だけお便り皆無な気がして、いやちょっと送ってほしいですけどね、誰かね。ダメなのかな。いやそんなことないと思います。いやこの後また来ると思います。多分でしょう。ただ我々の話が圧倒しすぎていて、あまりにもって話あるかもしれないですね。いや、いい回ですよ。アーカイブ向けかもしれないですね。アーカイブ向けの。そうですね。じゃあ局長、局長2番目の、はい、はい。ありがとうございます。はい、すごいね、出るねこれ、まあ。ライバルですけど、あの伊藤さんのおかげで、はい、一個思い出しました。ありがとうございます。はい。これね、あの伊藤さんの話聞きながら私思い出さないと3つ出ないんで、はい、本当にありがたい。デデン。煽り運転事件、面白そうだな、はい、煽り運転事件、うん、あの皆さんね、まあ、最近も煽り運転という言葉ができまして、うん、まあ、当たり前のように、うん、まあ、煽り運転って悪いことだなっていうのは認識いただいてるかと思うんです。で、まあ、私ね、あのど田舎のくっそど田舎の富山出身でして、あのやっぱ車社会なんですね、うん、基本的にはあのいろいろその大変なことは起こるんで、うん、その親に送ってもらうとか、その学校行くにあたってですね、まあ、やっぱ雪もめちゃめちゃ降るんで、うん、でも基本的にはしたくない、うん、その結構大雪でもチャリで1時間半とかかけてチャリで行ってたりするぐらいやっぱり一緒に行きたくないんですよ、うん、でもそのやっぱりサイコパスってその関わろうとしてくるんですね、うん、こう逃げても、うんうん、でそのなんかその多分小学校ぐらいだったと思うんですけど、まあ、雪ひどいからと、めちゃめちゃ雪積もってるから、危ねえから車で乗せたるからと、で、まあ、記憶さらかじゃないですけど、僕多分自分から頼んだことっていうのはないので、多分その親父発信だったと思うんですよね、お父様発信だったと思うんですよ。で、まあ、当時なんか多分近くに住んでた友達みたいなのを乗せて、多分父上の目的としてはその友達にええ格好したいんだと思うんですよね、うんうん、そのいい人間ですよ、うん、っていうのをしゃがただと思うんですけど、まあ、朝、登校の時に車に乗ることで中学か、思い出した、中学がめっちゃ遠かったんで中学ですね、うん、になりまして、で、まあ、2人乗ってましたと、中1ぐらいですね、うん、で、まあ、やっぱり富山も あんま柄は良くないんで、うん、バーって走ってたら、まあ、今でいうもう犯罪行為、煽り運転を、うん、まあ、されたんですね。あ、まあ、それが向こうがなんですね、うん、なるほど、なるほど。こう前走ってて後ろから、でまあ、それが正直煽り運転だったか、いいね、うん、ね、本当にこうただちょっと下手な方だったのかは今でこそ分かりませんけども、うん、まあ、富山、ね、人口も少ないですけど、その幹線道路にめちゃめちゃ車が、まあ、バンバン走ってってるわけですよ、はいはい、たら、うん、東北道とまではいかないですけど、高速の、まあ、結構なスピードで結構な車がブワー走ってるところで、まあ、ちょっと父上がちょっと失礼な車が後ろおったんで、もうバンバン走ってる3車線のところにバーンって車止めて出れてもうたんですよ、うん、で私はその友達がいるわけですよ横に、うん、はい、でもうさっき伊藤さん話したみたいに、うん、その事の顛末が何となく予想できるか嫌だったわけですよ、うん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 、乗せたくない、分かる、乗りたくない、分かる分かる、うん、でそのでも妥協してたんですね、うん、乗った結果その遠くから父上のその「お前誰にやったんじゃお前こら!」みたいなのだけ窓越しになんか遠くからこう聞こえてなんかずっとこう。逃げちゃダメだ、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 すごい、いやこれはね、美里さんって超えてくるね、美里さんってなった、あ、そ、うん、記憶が今振り返りました、ありがとうございます。いやこれはねすごいよ、いやいいですね、なんかね、ドストレートのサイコパスって感じですよね、エピソード的にはね、でも、うん、バランスいいんだよな、うん、局長のエピソード、ありがとうございます、うん、バランスしかないですか。これまずね、うん、まあ、何が、まあ、一つ、まあ、いろんな怖さがあるんだけど、龍吾くんの話を聞いて、うん、誘発されて記憶を思い出してきてる、うん、まあ、普段はしまい込んでるわけですね、しまい込んでるね、今、うん、サイコパスの息子同士が共鳴を起こしてるってことですね、うん、あとね、さらっと言ったけどね
あの親父と会わないために1時間半自転車漕ぐのねやばいですよ。やばいやばい。雪でしょ、うん、やばいわ。生物学的にやっぱ人間的自分のその肉体の危機を回避するのに、そっちの方が危機だ、ここを危機と思うってことはすごいことですね。あとはさ、これも面白いんだけどね、やっぱりあのサイコパスね、関わろうとしてくるんだよね。そう、向こうから。それはあるのよ。これはね、結構方程式の答えなんです。解き方を今言って、これ本質なんですよね。確かに。そう、あとやっぱね、これもすごく本質なんですよ。もう5ポイントすごい2つ取ってんだけど、外面はいいんですよ、うん、サイコパスって、うん、そうね、外面を良くしようとするんですよ。ヒロシちょっと置いてきて、うん、外面よく取り繕ろうとしてもちょっとバレかけてきてるんだけど、ヒロシはね、やっぱちゃんとね、オチとしてはね、こう庵野秀明はね、今年完結したエヴァンゲリオンで落としてくると、で、あの耳を塞ぐシーンがもう本当にリアリティがあってすごかったね。だって美里さんの大人のキスなしの、うん、もうこれですからね。そうですね、辛い。もしくはもう日光の、見ざる聞かざる言わざるの、聞かざるかどちらかですね。いや、非常にこれ、ね、接戦です、正直。ありがとうございます。そうですね、最終戦息子にできたよ。いや、ありがたい話ですね。もう最初に出しちゃってくれ、大丈夫か。いや、大丈夫です。あの、もう局長は結構ね、尻上がりに上がってきてんだよね。お、じゃあ最後の、そうね、いきますね。はい。すごいな、でも本当に。鴨川のピンクコンパニオンっていうのが。ずるいね。いやー、これもすごいよ、タイトル、はい、フレーズがもうずるいですね。まあ、私そのですね、まあだいぶちょっと時は経って、社会人1年目、ちょうど1年で挫折してしまって退職してしまったと、仕事なくなってしまったんで、うん、父のその不動産屋で、まあ、ちょっと仕事させてくれっていうことで、やってた期間があるんです。3年ぐらいで、その年ですね、まあ付き合いのある不動産屋何社かと合同で忘年会に行こうってことになって、なぜか鴨川の、海の見えるホテルにみんなで行ったんですよ、10人ぐらいで。はい。で、なんでそのまず鴨川のホテルなのか全く分かんなくて、別に料理が大して欲しいわけでも正直なかったし、まあそこまで景色がいいわけじゃなかったんですね。それなんでかっていうと、ピンクコンパニオンが呼べるホテルだったんですよ。はい、呼べないとか呼べないんで、ね、はい、そうなんですよ。他の人のお客さんの目があるんで、でピンクコンパニオン呼べるそのホテル、まあ、宴会場で、まあ、男10人ですね、うん、で、まあ、ピンクコンパニオンの女性が多分 6人来て、まあ、みんなでお酒飲んで、で、まあ、こうなんていうんですか、ピンクコンパニオンのパンちょっと胸触ったりとか、あ、そんなんでで、できるんですね、できるんですよ。で、変な話、ピンクコンパニオンって、まあ、どこまで行っちゃっていいのか分かんないですけど、まあ、その後金銭のやり取りをして最後までっていうのもできるんですけど、みんないるところで、そうです。でそのパックの2時間は、まあ、その会食というか、なんかこうちょっとエッチなゲームしたりとかして遊ぶみたいな感じなんですね。で、まあ、ある社長さんが、じゃああと、女の子に、じゃあまあ、この時点でもうすごいやばい話なんですけど、まあ、じゃあじゃんけんで負けたら、負けたやつ男一人が、このみんないる全員の前で、フェラチオしてもらえっていうふうに言ったんですね。負けた人が、うん、フェレイシオンですか。フェレイシオンを、してくれ、まあされろとっていう話だがありまして、超時空要塞マクロスってことですそうマクロスで、はい、でフェラ覚えてますか。そうだ、いいですね。で局長なのに、じゃんけん、局長で、そうですね、で、まあじゃんけん、プライベートですから、わかりました、そうですね、プライベートで、じゃんけんをして、うん、私負けたんです。いわゆる一番最後の負けになったんですよ。で、まずその時点で、まあ、私最年少だったんで21か20歳ぐらいだったんですよ。なんでちょっと本当勘弁してくださいよって感じだったんですけど、でまあ言うても親父もいますし、親父もさすがに息子のそのね、息子の息子ブロージョブされてるとこ見たくないと思うんで、息子の息子が、そうなんですよ。でもなんかさすがに言ってくれるかなと思ったら、真っ先に「おい龍吾早く脱げ!」って言ったんですよ、俺に対して。助け舟出ず、はい、で私に、あ、ごめんなさい。でですね、私その、宴会場の一番こう高い台のところで、男性10人とピンクコンパニオン
まあ、5名で卓上に上がったその1名にこうフェラチオされるっていうですね経験がありまして、でちなみに最後その親父が俺に言ったのが、おめえ俺の親父のチンポコそっくりだなって言ったんですよね、はい、っていうエピソードです。俺のそっくりじゃないんだ、はい、俺の親父 の親父にお前が似てるよっていうとこすごい以上ですありがとうございます。そっちおもろ、はい、いやありがとうございます。なかなか最低もいろんな要素がやっぱり入ってる、ね、これきついな。これは結構話された感じしますね。これ鉄鉄板かもしれないですね、うん、ありがとうございます。結構、ね、難しいんですよね、このポイントっていうのは。いろんなこう示唆に富むか、うん、形なんですけど、はい、まずね同じ職場で働いてる結局ね、うん、逃げたいし、うん、一緒にいたくないのに、うん、そう結論同じ職場にいるわけですよ。いたのよ、ここの怖さね、うん、いたの、うん、あとやっぱりこう、うん、まあホテルね、鴨川ホテル三日月あるわけだけれども、うん、ホテル三日月じゃないわけですよ。ダメなの三日月は、うん、その環境的な怖さ、うん、やっぱりちょっと普段非日常なことが起きうる、うん、ところにこう寄っていくとか、そういう磁場が今渦巻いているっていうのが、うん、怖いですよね、うんうん、あとこれちょっと余談なんですけど、うん、まあ、その行為を強要されたわけですよ、うん、今いろんな今の時代だとねパワハラだとかっていう中で、うん、まあ、21歳っておっしゃってたんですよね、うんうん、なので多分君がですね、うん、初めての初体験をしたのは今でも忘れない、うん、大阪に行って女の子に会いに行った時18ですかね、18の時 ね僕はあの当時あの東京駅まで送って、うん、君にね、駅弁まで買い渡してね。そうそうそうです。ちょっとコンビネーション出してきてるじゃないですか。ずるくない？それはずるいね。確かに。それはずるいね。そうですね。ちょっとここはね、気持ちが入っちゃうわけ。すみません。まあ、それで後で良かったなと。あ、そうですね。確かに。自分が自由恋愛として選んだ人の後にこの人が救いだったなっていうことですね。そう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 、あとやっぱそのおちんちんの話をすると、カエルの子はカエルというね。この遺伝子の怖さね、覚醒遺伝ですかね、そうですね、覚醒遺伝です、ね、だ君が今後ね、うん、新たにその子を設けて男の子が生まれた時には、うん、これはヒロシのものと君の息子のものは一緒だっていうこの無限輪廻の中にいるっていう怖さね、だから永遠に逃れられないってことだからね、うん、いや怖いですよ。あと最後にちょっと食中がよく喉を通ったなと、うん、その時食べたものあなた覚えてますか、まあ、みんな食ってたね、でもね食ってたんだ、俺も食ってたしね、それは怖いね。はい、以上です、ありがとうございます。はい、そして最後の締めですね。そうちょっとすみません、聞き惚れてましたんで、ちょっと書いてらましいです。口頭ベースでも大丈夫でございます、ね、もうね、あの全然、さも最後、全然3分かかんないです。シンプルでいいですよ。やっぱね、ちょっとスタイルが違うんだよね。ちょっとこう、話し家スタイルっていうのと、うん、局長の場合はね、割とね、イメージさせるというかね、それリアリティの怖さがあるね。そう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 、確かに。ありがとうございます、お褒めの言葉。ではでは行かせていただきます、はい、ラスト、うん、はい、最近おお、なるほどね、うん、ニュース、まあ、うん、まあ、ほんまに実在してるんねやっていう、まあ、話ですわ、はい、で、まあ、最近ね、その、まあ、僕ももういい大人なんで、うん、その家族に振り回されるとかっていうことも、まあ、なくこうやって局長をやらせていただいてるわけなんですけども、うん、一応そのおかんと妹、うん、まあ、妹年離れた妹とのグループラインがうちはあって、まあ、定期的にそこに、なんか日常エピソードみたいなのが流れてくるんですが、1、2ヶ月前ですかねに、うちの母上が、ワクチンを、まあ、打ったと、うん、2回目のワクチンを打って、うん、まあ、結構副反応がひどくてですね、うん、で3日3晩結構寝込んでたと、うん、で、まあ、うちのおかんで別に嘘つくようなタイプじゃない、うちの父上はもう平気で嘘つくタイプなんで、おかん嘘つかないっていうのはすごい分かってて、うん、今ね、父上と母上2人暮らしの状態で、うん、おかんがずっと3日3晩も副反応で寝込んでたと。でまあ、そこまでは別に普通の話なんですけど、その3日ぶりにちょっと体調戻ってきて、まあ、キッチンに降りていったら、まあ、親父がおったと。その親父が3日ぶりに会って寝込んで苦しんでた母に対して言った一言が、
うわっコロナや、うわっうわっって言って逃げたらしいんですよ。健在ですわと思って、なんならひどなってますわ、うん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 、っていうしょうもないエピソードでございます。全然あれですね、すごいこうなんていうか、こう年老いて丸くなることはないんですね。あのそう、あんのじゃないんですよ、あんのパターンではない。だから旧エヴァンゲリオン状態がまだ続いてるってことですよね。そうそう、急激のまま、ずっと急激のまま、すごい気持ち悪いって言って毎回終わってます。何輪廻しても気持ち悪い。何輪廻しても何回同じこうそうですね、輪廻を繰り返してもなお気持ち悪いって状態ですね。最初しこりから始まって最後気持ち悪いで終わるっていう。来ました、阿藤さんの。はい、いやこれ本当バランスいいんだよな、本当に。まずね、さらっと念を押すんですよ、うん、うちの親父は当然嘘つきなんで念を押すんですもう一回結構お前ね、ちゃんと見てくれてる、見てます。あとやっぱコロナっていうキーワード、時事ネタを挟む、これテクニカルポイントなんですよね。ありがとうございます。あの幼少期のこの記憶から一気に飛んで、うん、今なおこの要は変わらない普遍性を出してきてるんで、うん、これはね手法としてはゾッとしますね。なるほど、ありがとうございます。あとはね、キッチンっていうね、さらっと言ったその要はそのセリフを入ったのがキッチンなんですけど、うん、キッチンちょっと怖いんですよね。てか逆に言うとこの話を聞いたことなんで、キッチンが怖い場所として世の中に流布されるって、これはねテクニカルなんですよ。なるほど、世のね、人妻あの、ね、旦那さんいらっしゃる方は、うん、なんか弱った後にキッチンで旦那と会うと偉い目に遭う。そう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 。あとまあその払い方、うわ怖っちっていうのがこう、うんうん、ゴキブリと同じ反応ですね。ほんまにそうです、ね。でこれリアリティですね。いやこれ面白いな。迷いますね。でも採点しなきゃいけないんですよね。そうですね、最終的な判断は、ね、ああ、ツイッターに来た、じゃあすごい。でも誰だよこの厚みの中でコメント来た来た、誰から来る、誰来よこれ、怖いで誰よかったです、ね、しっかり谷さん、いやしっかり谷さん、すごいな。皆さんこんばんは、しっかり谷です。実は僕職場で目立つ存在です。女性に限らず男性からもモテます、うん、反面そんな僕のことをよく思わない奴らにも嫌われています、うん、僕らは奴らにいいようにされないためにもいつもヘラヘラと笑っています。そんな僕の態度が奴らは気に食わないみたいで、必死に怒りを隠しながら仕事をしているのが見ていてとても愉快です。自分と向き合わない人間はどいつもこいつも寂しいと思うんです。これからも頑張ってくださいすげえな、全部持ってくじゃん、ね、しっかり谷尾さんがめっちゃサイコパスじゃん、ね、そういうことです、ね、この人ほんと怖いよね。企画つぶしでもあり、うん、全部持ってくる。来てもらいたいですよ、ね、来てもらいたいですけどね。しかもね、ちゃんとそのネタネタのね、いやいや、うまいですよね、めちゃめちゃ。一番コアなところ、本当針の穴に糸を通すかのごとくやってくるんですよ、うん、すごいですね。これちょっと混戦ですよ、しっかり谷さんノミネートで。え、これもしかして、ね、しっかり谷尾さん買っちゃうパターン、可能性ありますね。ちょっと僕決めます、判定してます、はい、じゃあちょっとあのあれでいいですか、肩トントンです。だってゴチパターンですか、ぐるないパターンですか、それは。いやでもちょっと僕決めましたね。ちょ、花岡さんは誰が一番いいと思いました。丸って何なんだな忖度なしで。じゃ あ俺局長代理の花岡はあの、うん、サイコパスじゃなくてサイコなんで。なるほど、じゃあ別ジャンルでまたね、うん、ぜひちょっと決めま す、ね、僕も発表します、ね、決めてくれます、はい、あ、じゃあドラムロール、ドラムロールお願いします、はい、お願いします、はい。ゴキブリがガサガサ動いてるみたいなだけど本日のですね MVOS、うん、モストバリューバル親父サイコパスはこれ迷ったんですけど一応解説しますね、うん、ただやっぱ局長ですね。局長マジですか、はい、くそー、これねちょっとまあ伊藤くドラゴンの話もめちゃくちゃ面白かったんですよ。はい、ネグリジェ、まああれも本当にね悔しいっす。そう、これ言う順番とかもあるんですけど、うん、やっぱ局長すごいのがね、ほぼ不準備で5分前に聞いてこれを用意したっていうことと、なるほど、なるほど、なるほど、ボーナスポイント入ってますね。そう、あとね、やっぱ尻上がりに調子を上げてくんのと、あと、うん、伊藤博士っていうのは一つもキャラクターナインされて、うん、まあちょっと愛すべき存在まで消化されてる気がするんですよぶっちゃけね。なるほど。ただ局長はね、ほんと現在進行形というか、うん、普遍的な強さ、うん、お父様のね怖さ、そうですね、で、どう
彼が、まあ、まだ もちろんねご存命期間これが長いしこれがも元気でいくと思うんですけど、まだ怖いんですよ。まあそうですね、何をすより怖くなり続けていく可能性がある。そう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 、これめちゃくちゃ怖いんで、あの優勝ですよね。悔しいですよ。いや、だから本当ゾッとしたもん。あの、うん、笑ってみんなでアハハハみたいな、うん、楽しいなって終わりたかったのに、その後味が悪いですよね。まあ、まだ続いてますからね。これ面白いです。うん、全国の皆さんもちょっと楽しんで、僕は楽しかったですね。本当ですか。ありがとうございます。あ、でも良かったです。はい、まあでもね、このなんかなんていうか、やっぱ3分でエピソードって言われると、うん、ちょっと何だろう、緊張もあって、よくまとめました。言えてないこともあるんですけど、うん、いいですか、もうどうせ、まあそうですね、スピンオフで、そう、まあ、また56ぐらいですかね、はい、56ぐらいの時に改まって僕と妹の前で久々に、うん、まあ、正月とかたまに帰るわけですよ、うん、で2人の前に改まって言うわけですよ、うん、ちょ言うてなかったんけど、うん、俺子供めっちゃ嫌いやねとか。それ好きだな。で僕あの、ね、妹、うん、本当になんかめっちゃ可愛いんですよ、うん、会話はないんですけど、うん、会話ないし、なんか妹やけどなんて呼んだらいいか分からへんっていう、うん、向こうも多分なんて兄ちゃんっていうほどの親しさないんで、うん、もうなんて呼んだらいいか分かんないっていう、うん、でもすごい僕は可愛いと思ってる妹がいて、うん、その時だけ初めてシンクロしたんですよ。なるほど、親父に、あ、お父様に、うん、あの俺あのごめん言うてなくて子供嫌いやねんみたいなこと言われた時に、うん、本当に同時に言ったのは、知ってるわボケって言ったんです。強いですね。なるほどね。屋敷高司みたいな、妹との唯一の思い出かもしれないですね。なるほど。サイコパスによって照らし出されるその愛、兄弟愛っていうことですね、うん、逆にそのサイコパスがなかったらそこまでの愛はもしかしたら芽生えなかったかもしれないところですからね。いや、もっと、いや違うでしょ、サイコパスがいなかったらもっと普通の兄弟に入れたでしょ。そう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 、っていうことでしょ。そう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 、そういうことか。そうですね、なるほどな。いや、よかったんじゃないですか、今日は。あっという間の1時間でしたね、本当に。ええ、まだ3分なんですけど、すごく悔しいですよ、僕は本当に。ねえ、もう本当にもうちょっと今後親父がサイコパスって言葉口に出せないのかなっていう覚悟で来たんで。そうですね、帰り口ですよね。いや、もう帰り口されちゃいました。来週からもうネグリジェ来て出はるっていう話ですよね。いやいやいや、これ確かに。でもね、やっぱりメインスのね、うん、メインス職のラジオとしては、うん、伊藤博士は結局その部屋にを開けたら待ってる女の子と同じ格好ですから、ね、そういうことですよ。部屋とネグリジェと私、博士ですかね。あ、そうか、はい。すごいね、お後がよろしいか。お後がよろしいようです。残り2分です。残り2分は名演奏のやっぱりもう、あれ、本当はね、花岡さん、あの免税してるの、僕のさっきの画像って出ますかね。ちょっとあれは、あ、さっき送ったやつ、ちょっと、ね、免税して界隈で今日一見すごい最新のニュースだよね、炎上してる件が。聞きたいね。あってです、炎上案件聞きたいね。まあ、とある人気セラピスト、あ、ちょっとなかなか厳しそうなんで、ぴょんぴょんして、それはあの、とある免税してセラピストさんがね、うん、とあるフォロワー数が本当に多いお客さん、うん、赤さん、うん、でその人はすごい名刺界では有名な方なんですよ、うん、でいろんなセラピストさんを応援していい人ですねみたいなキャラなのに、うん、なんかそれもけどサイコパスがゾッとするようなね、うん、なんか過剰サービスをの要求を受けたりとか、紙パンツ脱いじゃったりとか、うん、ちょっとそういった今エピソードで炎上してるんで、これはちょっと続編ですね、 To be continued。 あ、これですね、来週に続く、ね、そう、この相沢カレンさんが、うん、まあ、半ば告発のようにですね、うんうん、セラピストさんの味方みたいに言う言葉ばっかりツイートしている某有名メインスアカウントさんが、うん、嫌なお客さんでしたっていうのを暴露したんですよ。なるほど。で、暴露された側はどなたっていうのは特定しなきゃ、どうやらこの人じゃないかって言われてるんですけど、うん、そしたら今沈黙を守ってるんで、うん、これ続編、ちょっとこれもちょっとサイコパス、ここに潜むサイコパスかもしれないんで、これあれですか、メインス侍さん、それだったらゾッとしますよね。いやいや、うん、ただそれはまだ断定してないし、わからないんで、うん、じゃあメインスアムさんに来てもらうのが一番いいかもしれないですね、お父さんでも。相沢カレンさんも来てもらって、あのガチガチのこの、ああ、いいですね、そういうのやりたいですよ、通り技レベルの。みんななんかこう安牌みたいなラジオやってんじゃねえよ、楽しいですよ、ね、なんか作ったポコタテみたいな、ポコタテちゃうわ、うん、ポコタテ。それは下ネタの方やないかい。得意の方でしょ。作ったポコタテじゃない、うん、ガチポコタテ、はい、ガチポコタテでやりたいと思うな。
そういう番組にちょっと今日を境に世界線が変わってしまって、うん、そういう番組になっていってしまうかもしれない、ね、怖いですね。元気が出るテレビやってる場合じゃないと。シュタインズゲートです。すごい、うん、すごいね。この最後ね、花岡さん最後がね、このトレーナーがね、直木マンズ賞のね特別受注トレーナーってことを気づいたんですよ。すごい怖いよ、そんな人いないからね普段。花岡さんも直木マン好きなんですね。直木マンで都市伝説 YouTuber ですごい有名な方がいるんですよ、うん、でこの特別デザインのトレーナーなんですけど、そう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 、この遠さで、うん、直木マンですよねって。いやだからあの人だいぶ面白いんですよ。だし、うん、もう四重やそこらにもうサイコパスいすぎじゃないですか。怖いよ僕は。やっぱなんか負の世代なんでしょうね。そうですね、この部屋から僕は無事に出れるのかなっていう、ね、キューブ日本版のネグリジェとヒロシ。ありがとうございます。これ社長によってちょっとCD デビューできるようにちょっと進めていただければと思います。そうですね、来年のテーマソングに、ね、ぜひ。そろそろ終わりですかね。お願いします。はい、はい、ありがとうございました。以上、親父サイコパスナイトでした。続編期待してください。ありがとうございます。元気は出なかったテレビです。